い、どうもこんにちは、ショコラです。今日はですね、題名にもあるので、なんとなく大体お分かりかなと思うんですけども、デニムのですね、テロ、デニテロですね。まあ何回かレザーの方でやってるんですけれども、まあ簡単に言うとですね、一緒にデニムを着ましょうっていうことですね。はい、もうすでにクローゼットにしまってる方も、秋に出そうみたいな思ってる人もいるかもしれないですけど、もししまってればちょっと出してきてね、ちょっと一緒にこうヒゲのつき具合を、あのね、意外にねデニムもねしまってるじゃないですか。でこう久しぶりに出すと結構あの新鮮に驚けますよ。そのこのデニムジャケットこんなに当たりついてたっけって結構思うと思います。多分あんまりね逆はないですね。バッキバキに入ってんなと思ってたやつを出してみたら意外に入ってないなっていうよりかは、なんでかわかんないですけど、こうしまっといて出した方が、うお、すっげーひげ入ってる、こんなに俺来たみたいな、どっちかっていうと経年変化がなんか進んでるような錯覚に、落ちることの方が多いですね。あ、こんなひげ入ってたっけみたいな。まあこれも個人差あるかもしれないですけど、俺は結構ありますね。結構しまっといて久々出すと意外にこんな入ってたっけみたいな。はい、というわけでですね、今早速もうすでに最初から着てるやつがですね、この間の多分動画で一回もう見せてるかなと思うんですけど、ウェアハウスさんの、まあ、一番最近買ってる G ジャンですね、1927という、モデルのやつですね。はい、1927モデルの、G ジャンですね。はい、これは今でちょうど1週間ちょい、8日目ですね、今日8日目なので。はい、というわけでね、この1927が1着目なんですけど、あとですね、まあ持ってるジジャンを、今ちょっと適当にざっと出してきてですね、1着ずつ着ていこうかなと思います。皆さんもぜひ今のうちにクローゼットから持ってきてくださいね。はい、じゃあ2着目いきたいと思います。はい、2着目ですね、これはウェアハウスさんの、同じくウェアハウスさんの 2002XX の方ですね。セカンドですね。いわゆるセカンドという言われているジージャンですね。はい、だいぶもう当たりが、だいぶもう当たりが入ってるやつで、これも結構もう来てるやつですね。はい、で一応今回はこの、今回はこいつですね、こっちですね。今回はこんなこうバッキバキに、しないように、気をつけて、気をつけてっていうのもおかしい話なんですけど、まあ自然に着てます、本当に。もう、まあ暑ければ本当ちょっとまくる、ここをね、ボタン取って、まくることももちろんありますし、涼しい時っていうか、別に全然ね、クーラーが結構効いてるとこ、オフィスとかでは全然普通に下げて、普通にこう、作業してるっていうような感じなので、なんですかね、特にこう、当たりをバキバキにしたりとか、意識してなんかこう、こすったりとか、そういうことはもうほぼせずに、今、育ててる最中ですね。本当にこう、自然な感じに、したらどうかなと思っていて、でこれはまあ結構ゴリゴリにこう色落ちさせたくて、作った感じですかね。ちょうど上と下の色合いの雰囲気的にはちょうどいいのかなと思いますね、セットアップで。で、ちなみに中着てる T シャツはウェアハウスの白 T、 ネステポケッティと、あと下はアトラストさんのあのリーのモデルのやつですね。はい、リーのモデルのやつです。これもなんだ、ちょこちょこ動画出してるんで、よかったらデニム見てみてください。すごくね、今なんですか、最近また履き出して、まあ、今季これをまた結構履いていこうって決めてたんですけど、すげえいい感じですね。はい、なんか本当に、なんか本当にね、なんだろう、ちょっとその最初の色落ちを終わってからのこの色落ちがすごく楽しい、楽しいですね。これもなんかバッキバキにこうなる感じじゃないんですけど、なんか自然な感じで、でもちゃんとね色は出てきてて、すごくね楽しいですね。はい、なんかデニムってやっぱりいいなって本当に思いますね。じゃあ3着目いってみたいと思います。はい、3着目はですね、アトラストさんの対戦モデルのやつですね。はい、対戦モデルのやつです。こんな感じですね。はい、こんな感じです。なかなかの、なかなかの、これもこれもまあコンセプト的にはもうあれと同じで、結構がっつり色を出したいな、色を出したいっていうか、何ですか、この当たりを出したいなと思って、結構がっつり最初の段階からもうほんと乗り落としの時から結構
こうゴリッゴリにやって落としたやつなので、まあなかなかあれですね、はい、ちなみに、例えば話したことがなかったような気がするんで、一応ちょっとここで触れとこうかなと思うんですけど、もしね、こういう色落ち、ちょっとこの今だと自分でそのちょっとわざとらしいかもってなんて言ってますけど、とはいえやっぱ 一着もこのバキバキに入ってないやつが一着も持ってなかったら、やっぱちょっと自分的には絶対 1、2着ぐらいはやりたかったと思うんですよ。今ももしこれがなくなるんだったら、これもこれもなくしちゃうんだったら、やっぱり次にはこんぐらいヒゲがバッチリ入ったやつを作りたいなと思うんですね。3着目の今こいつをすごくこう自然に落としたいなと思ってるのは、あくまでこいつらがいるんでもういいかなっていう意味で、自然なやつをやってるんで、やっぱりねこうヒゲジージャンにすげえヒゲの入ったジージャンをどんどんこう薄くしていって、雰囲気良くしてヴィンテージっぽい感じ、すごくヴィンテージライク的な面構えになるジージャンっていうのは、やっぱりね 1、2着はちょっと欲しいなって個人的には思うので、もしねここら辺のこういう感じでちょっと同じような感じでヒゲをがっつりこう入れて作りたいっていう方がいらっしゃったら、俺のやってる方法でよければちょっと教えしますんで、ですね、まあまず普通に買ってくるじゃないですか、新品で。で買ってきてこのまあ1回はノリがついてるし、デッドの状態だとやっぱ長い、その縮んでないんで、その状態でこうヒゲつけるのもえぐいし、多分それでジャストで考えて買ってきてるんで、多分結構でかすぎて、なんていうんですかね、着丈も長いし袖も長いし肩幅もあるしで、なんかね結構着づらい、そっから今からじゃあ半年1年着てこうっていうと、ちょっとそれをコーデとして合わせるのえぐいだろうなと思うんで、おすすめとしてやっぱ絶対1回は洗った方がいいと思います。リジット状態で着るのも別に反対はしないというか、別に全然お好きに着たらいいとは思いますけど、個人的なおすすめとしてはやっぱり1回は絶対洗った方がいいかなと思います。で洗う方法としては、まあ、もちろん裏返して、まあ、そんなにがっつり洗いたくなければ洗剤入れないで水洗いでもいいのかなとは思いますけど、ただ分数は普通にちゃんとがっつりがっつりというか、ちゃんと洗濯機でいつもの回すぐらいのやつで、まあ、バーッと回しちゃっていいと思います。そんな 1、2 分でちゃちゃっとじゃったと、多分水が染み込む前に終わっちゃうぐらいなんで、そこも全然洗っちゃっていいと思います。で別に、そんなに気にしなければ洗剤もね、ただドバッとではなく、もうほんとちょっと入れて、回したらまあいいかなと思います。で、問題なのはその後、まあ、脱水までそれでしちゃいますね。脱水までしちゃって、俺はですね、その脱水終わった後に、それを着ます。はい、濡れた状態ですね。だからもう全然水分はこうボタボタはもう脱水のおかげで落ちてないんですよ。濡れてることに間違いない、何にも乾いてないあの状態を、着ます。つまり裏返しになってるんで、元のこっちの向きに直して、で T シャツとかを着るともうここに色がついちゃうんで、白とかは絶対避ける、可能だったらベストなのはやっぱ家着とかですね。もう正直デニムのインディゴがつったって全然構わないよって思ってる黒の T シャツとかグレーの T シャツとか、まあ、どちらにせよ目立たない汚れてもいい T シャツを1枚用意して、その上からこう着る感じですね、はい、で着た状態で もうもちろん濡れてるし、これもうまだ言ってもノリというかちょっとベトベトし、デニムのちょっとベトベトした感じもありますし、カチカチな状態なんですけど、そのままこうですね、まあ、上を締めますね。ここをもう締めて一応自分の形にこうするわけですよ。でもちろん最初は一番上と一番下も締めれれば締めた方がいいですね。完全にこう締め切った状態で、でこのボタンも回ってきたら締めた状態で、この袖をですね、ここまでですね、このもう肘の上までガーッと持ってきてですね、でこの状態で、もうひげが要はもうバッキバキにこう入る状態ですね。この状態でこう、まあちょっとこう腕をこう動かしたりしながら、俺の場合はですね、このあと頑張ってですね30分か40分くらいはこれ着たまんまでいきます。はい、まあ冬だったら暖房を効かせた部屋とか、まあ、風邪ひかないようにね、本当にそこだけは気をつけてもらって、夏だったらそんなに気にしなくても、まあ、エアコン入れずに普通に着てたらちょうどいいかなぐらいの感じなんですけど、まあ、とにかく3、40分このまんま、まあちょっと普段の生活をするって感じですね。
例えば普通に歯磨きをしたりとかですね、まあ、それこそあれだったら筋トレも全然いいと思いますし、筋トレして、もうものすごいそのデニムの臭いっていうか、そのあのリジットを洗った時のあのデニムのこうインディゴの匂いとかもツンとするし、ちょっとでもこう触れるもんなら手もなすっごい青くなるんで、そこら辺も要注意しながらですね、あと家具とかいろんなソファーとかに絶対こうつけないように、インディゴめっちゃ色つくの で下も基本的にはもうパンツ1枚、まあ、ブリーフとかなりトランクスなりあのボクサーパンツなりもう1枚で、上にデニムジャケット、だからあのですね、恋人と同棲してたり、まあ、結婚されててね、奥さんいたらすごい変質者を見るような目で見られますけれども、まあ、そこは本当にね 3,40 分我慢の時間ですね、まあ、寝静まってからやるっていうのもありだと思いますけど、はい、あのそこは大体女性にあまり理解されない部分なので、あのもう割り切っていくしかないかなという感じですね。でまあまあこうバーッとやるわけですね。でそうすると、もうだいぶ当たりがこう入ってくる、シワが入ってくる感じですね。でそれをこうそーっとですね、あんまりこうシワが伸びないようにこうそーっと元に戻していってですね、あのきつかったらもうこのボタン外しちゃっていいと思うんで、もう外してでまたはめてで、またそーっとこれを脱いでですね、まあ、せっかくなんでちょっと実演するともうほんとこうおおシワ伸びんなよみたいな感じでこうやってもらってですね、でもうこの状態でこう見るとですね、ただそこまでバッキバキに意外と入ってなかったりするんですけど、まあ、よく見るとうっすらこうさっきまでこうなってたシワの部分がまあうっすらいるかなぐらいですね。そんなにこうギュッとバキってなる感じではないんですけど、ただもうこのまんまですね、ハンガーに吊るして干すって感じですね。でそれをまあ、早く乾かしたかったら下からこう扇風機なりなんかでバーッと当てて、結構風を当てるとそのままカチッと固まってくれるんで結構おすすめで、風を当てるのは結構ありだなと思いますね。でもう大体翌日には乾いてるので、俺の場合は大体いつも翌日にはもう乾いてるんで、そいつをまあこう取ってでこう切ると、でその時にですね、こうまたおさらいでね、昨日のおさらいでこう同じような感じでこう肘の方に上にグワーッと持ってくると、まあ昨日つけたシワの形にまた何ですか、形状記憶じゃないですけど、また同じようなシワがこうつくんで、まあ、そこからもうあとはもうひたすらグイ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 やりながら、もうあとはひたすら切るって感じですね。半年、最低半年、まあ下よりもやっぱり上の方がテンションがかかりづらい分、まあほんと1年ぐらい切るのがベストかなとは思いますけどね。だそれで1年見洗いだと大体こんなレベルになりますね。これかあとですよ、あとあとこういう感じか、このくらいのひげか、こっちのセカンドのこのぐらい、こういう感じにはなると思います。はい、もう最初が勝負ですね。だから本当初日の洗いからのシワ付けあたりがもう本当に勝負かなという感じですね。そうするとでこれどっちも多分1年くらいは見洗いで、1年後に洗って、こっち言うとね1年半くらい下手すら見洗いだったのかな、ファーストの方は。で洗って、あとはもう本当に1ヶ月とか2週間来たら洗うみたいな感じを繰り返していくと、まあ必然的にこんくらいの色落ちにはなるかなっていう感じですね。はい、というわけで、なんかデニテロを言いながらちょっとまあデニム、まあ脱線といえば脱線なんですけど、まあ同じくくりの中の話っていう感じでしたね。はい、なのでまあもしこういう激しい色合いじゃないつけたければ、ぜひ参考にしてやってみてください。はい、というわけで、今まあ3着来ましたけど、一緒に来てもらいましたかね。はい、せっかくなんで、まだちょっとヴィンテージとかもあるので、ちょっとまた別の動画でですね第2回を、まあ、すぐやろうかなと思います。他にもちょっといろいろ着たかったのがあったんですけど、全く着れなかったので、はい、というわけで、また第2回でお会いしましょう。はい、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またね。今日もご視聴ありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価ボタンぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録もよろしくお願いします。これに、ね、関連動画出てますし、ここにあのチャンネル登録のボタンありますので、ここをぜひ押してください。明日もね、好きな服着て楽しくやりましょう。またね。